皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は牧場物語オリーブタウンと希望の大地のファミ通紹介をしていきたいと思います。ほのぼの牧場新生活が始まります。プレイヤーとなる主人公、これまでのシリーズ作品と同じくゲーム開始時に主人公の性別を選択できます。性別の他に見た目のカスタマイズも行えるので、髪型や服装などのパーツを合わせて理想の主人公を生み出しましょう。また本作には男女5人ずつ計10人の主人公の恋愛候補が登場します。異性とはもちろん大親友の儀を行うと同性ともパートナーになります。オリーブタウンの住人たちとの交流。オリーブタウンは主人公の牧場に隣接する緩やかな町です。ここはたくさんの住人が暮らしていて、さまざまな店を営んでいます。オリーブタウンでは牧場運営に役立つアイテムを購入できるほか、恋愛候補のキャラクターたちを筆頭に個性豊かな住人たちとのコミュニケーションが楽しめます。牧場運営の合間にオリーブタウンを訪ねてみましょう。ストーリー。昔、祖父が仲間と共に開拓してきた町オリーブタウン。そこで過ごした牧場生活を祖父は楽しそうに話していました。いつか暮らしてみたいと思っていた町。荷物をまとめた主人公は一度オリーブタウンへと向かいます。町に着いてみると、祖父の牧場は荒れ果て森に覆われていました。主人公は町長の手助けを得て、かつての大牧場を蘇らせることを決意します。まあこれが流れですね。一応牧場とオリーブタウンは別のところといった感じですね。まあそうですね、まあ結構オリーブタウンの中が牧場そのものだと思っていましたね。さすがにそれはないんでしょうかね。まあそんな感じで今回はこの辺で、牧場物語オリーブタウンと希望の大地のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。